これがバンジョーのプロテインカップラーメンのベストマッチ？はい、レオンチャンネルです。幻のベストマッチを鳴らそう第3弾、一応これで一段落かな。これまでゴールドスコーピオンとか F1 ザウルスとかドライブ、エボルダイナソーと鳴らしてきましたが、今回はカップエナジーだって。そんなのあったんだってなった。ピン配列を確認してボトルを作ろうと思ったらさ、似たような形状のものはあったんだけど、微妙に1個ピン配置が足りないとか、そんな感じに陥ったので、結局禁じ手の友情フルボトルを使います。で、今回作るボトルはカップ麺とエナジードリンク。最初はどんなブラック企業の社員かなと思ったけど、バンジョーをイメージしてるんじゃないですかっていう風にコメントがあって、確かにプロテインラーメンいつも食べてたし、エナジードリンク飲んでたかちょっと記憶にありませんけど、ちょっとバンジョー要素入ってんのかな。ピン形状としてはエナジードリンクが全部ピンがある中から真ん中の列の短い方の真ん中、長い方の真ん中。エナジードリンクはいいんだけど、カップ麺がね、ここのピンを切るまでは同じなんだけど、こっちの手前の長い棒を切らなきゃいけなくって、ここがね、ニッパーが入っていかなくって全然削れない。なんでこっちは OK だと思う。エナジードリンク。なるだけじゃなくて、ベストマッチも発動すんだもんな。でもね、似たようなボトルがないんだよ、こんなにピンが立ってるやつが。やっぱね、困った時の友情フルボトル。これでいいかな。ここほんと、切りづらい。わー、来た！おー、どっちが有機物でどっちが無機物？エナジードリンクが有機物か？では、ベストマッチ鳴らしましょう。本当に、鳴るのエナジードリンクとカップ麺で。マジじゃん。マジじゃん。変身！速攻元気カップエナジーで、ちょっとこのギターサウンドが入る変身音は、なんかどこかのベストマッチで聞いたことあるな。そして速攻元気で、やっぱりブラック企業社員感半端ないんだけど、もうちょっとバンジョーっぽいセリフが鳴るかと思った。速攻元気カップエナジー。これどこで出すつもりだったんだろう。見た目も想像つきませんね。この辺もいつもと変わらず。エボルではどうなる？健康飲料。エナジードリンク健康飲料なのか。あとはエボルマッチするかどうか。お、下とかヌードルなんだ。カップ麺がすげえ、ボルマッチした。チャオーもなります。おー。いいボイス入ってるな。フルボトルバスターはエナジードリンク。お、認識するカップ麺。
いける、どっちもなる、珍しい。幻のベストマッチ系では珍しく、どっちもしっかり認識しますね。これで無機物有機物判明する。エナジードリンク、あ、エナジードリンクが無機物扱いだ。マジで？カップ麺が有機物？あ、違う！どっちも無機物だ。おー、珍しい！無機物無機物で、ベストマッチなんだ。有機物の場合は、チャージボトルって言ってくれますもんね。ほら。エナジードリンク。フルボトル。あ、同じですね。カップ麺。あ、ここでもフルボトル。ってことは、こっちもフルボトルか。ローストマッチとかはありませんね。はい、ということで、幻のベストマッチを鳴らしてみようの第3弾は、カップ麺とエナジードリンクのカップエナジーでしたが、今回は割とどこかのベストマッチで鳴ったようなギターサウンドが陽気な、鳴ってからのカップエナジーでしたね。ただ、ベストマッチプラスエボルマッチもいけて、フルボトルバスターなんかもしっかり認識しましたから、本当に発売の可能性ちゃんとあったのかなって感じましたね。もうこれで幻のベストマッチ系は鳴らしきったと思いますが、まだこういうのありますよっていうのがあれば、またコメント欄で教えてください。以上、仮面ライダービルド、幻のベストマッチが鳴らし第3弾の動画でした。